で、菅さんってあんな下ろされ方しちゃったんですか？まあだからあのね。総裁選って反射神経なんですよね。うん、私はですね。もう4回ぐらい総裁選フルコミットして、はい、その陣営でやってますけど、私勝ったことがないんですよ。うんうん、うちの陣営は <laughs> まあそうですよね。はいはい、ねだからやっぱり常に勝つ方にいるとか。うん そういういところでやっぱり権力闘争なので、うん、その枠組みの中でコミットしてたかどうか、うん、その瞬間ねと、はい、ていうのはものすごい大事だと安倍政権ってまあ改革政党、うん、改革政権のイメージがありましたけども、うん、やっぱり菅さんですよね、うん、改革のど真ん中は。 まあいろんなことがです、ね、じゃあやっぱりあれですかだから安倍さんが表に出てて菅さんがこう実務仕切るみたいな体制が良かったってことですか、ね、まあ実務仕切ったし役所も仕切ったしあとはやっぱりもともと改革マインドがものすごい強い、ねはい、それがほら看板になった途端にバーっと押されるわけじゃないですか。だからあれはですねやっぱりコロナの対応で国民の皆さんの不満もたまってたし。うんうん えまあ不満もあったし不安もたまっていたっていう流れの中でので,、ね、まあでもうまくやった方だと思いますけどでもそれはその冷静に見れる人と、うん、まあなんていうのかな定量的に見れる人と、うん、そうは言ったってきついはきつい人はいっぱいいるわけで、うん、不安な人もいっぱいいるんでそれに答えきれてないっては必ず言われますよね我々はね、うん、与党、うん、政府与党は。うん、それの,、まああの真正面から受けた感じはしますけどね。うんうん それでもやっぱり総裁選はまあタイミングもありましたけどちょっとその反射神経のところが反射神経だからやっぱりね先輩方政治家、うん、大物政治家の権力に対する執着心というのが自分たちが政権取るべきだと取ったほうが絶対よくなるんだっていうまあ大きな意識があってのやっぱり権力に対する執着というのがやっぱり我々若い議員とですね、うん 違うだからそれはもうちょっと学習しましたよねじゃあもう執着しますか執着っていうかまあ足りないと足りないと、うん、いうことですね執着しますか執着か多少 <laughs>、ね、多少はあのバランスよくいやでもそれは相当気合い入れて彼らの2倍も3倍も執着持たないと勝てないんじゃないですか、うんまあ、あと一方で まあやっぱり大きなテーマが出てきてこれ誰かやんなきゃいけないよねっていう時の,あのニーズっていだからまあそれの連立なのでただやっぱり自民党っていうのは多様性があるのがいいとこなのでまあ権力に執着してとかポストに執着してっていう議員もいれば政策に執着をしてやる人もいてそれで全体で自民党なのでまあ私はあんまり私のスタイルはあんまり崩さないと思いますけど。 まあ、勉強になりましたってことですね。<laughs> <laughs> <laughs>